こんにちは、武者リサーチです。今日はまず冒頭にセミナーのお知らせをさせていただきます。武者リサーチは緊急に安倍元首相の追悼セミナーを開催いたします。日時は7月21日木曜日18時半から、会場は赤坂の清居フォーラムになります。詳細は武者リサーチのホームページよりご確認ください。そして今日のテーマは追悼、安倍元首相の歴史的功績を継承しようになります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。安倍元首相がお亡くなりになりました。政界切手のサラブレッドでありながら、気さくな人柄は世界中の人々から愛されていました。武者リサーチは日銀の黒田さんが日本を救ったということと同時に、安倍さんは経済をパーフェクトに理解されているとアベノミクスが始まった時から一貫して訴え続けてきました。しかしメディアは安倍さんの歴史的な偉業よりも批判的なことを多く流しました。そのせいで生前は安倍さんの評価が低すぎると先生はおっしゃっていましたね。はい。武者リサーチは経済の面での安倍元首相の功績を解説させていただきます。よろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いいたします。安倍さんが凶弾に倒れられました。武者リサーチは今日本において最も大事なリーダーの一人が安倍さんであったというように強く考えております。この安倍さんを失うということは、当然のこととして日本にとっても、そして日本の経済やあるいはマーケットにとっても極めて大きな損失であると思います。本日はこの安倍さんの業績を振り返りながら将来を考えてみたいというように思います。まず冒頭に強調したいことは、安倍さんに対するグローバルな評価が極めて高いということです。安倍さんの訃報が伝えられると、直ちにその翌日のですね、国際国連のですね、安全保障理事会では全員が起立しての黙祷を捧げられました。また直ちにアメリカのホワイトハウスをはじめとして、アメリカにおいては多くの政府機関が半旗を掲げました。あるいはインドのモディ首相はその日を一日インドの人々が喪に服する日だというように言ってくれました。あるいはオーストラリアではオペラハウスに日本の旗を象徴する大きなですねイメージを出していただいて、そして安倍さんを追悼いたしました。このように直ちにですね、世界中から安倍さんの訃報に対して深い悔しみとお悔やみが伝えられております。それに対して武者リサーチが強く感じることは、日本とそして海外におけるですね、この安倍さんに対する評価の落差であります。依然として日本のメディアは安倍さんの政策を振り返って功罪半ばしたと、半ば安倍さんにとってはですね、非常に大きな影の部分があるというような報道をしておりますし、そしてまた多くの人々はですね、安倍さんの死を自らの死と受け止めて感じることなく、非常にですね、対岸の火事であるかのような受け止め方をしているように感じられます。武者リサーチはおそらく安倍さんは歴史残るですね、偉大な首相になる、そのように評価されると思います。しかし現実、我々はそのような評価の中にはいないわけであります。なぜ安倍さんに対する評価が各も内と外とで違いがあるのか、最も大きな要素は安倍さんが戦ったからだと思います。安倍さんは端的に言うと2つの大きな日本の戦後の軌道修正をいたしました。このような軌道修正に際して多くの、あるいは大多数の人々がそれに反対をしたわけであります。そのような反対者に対して非常にですね、ラジカルな戦いを挑んだ、そして軌道を修正した、この安倍さんが修正した軌道が日本の将来につながると武者リサーチは思っております。したがって安倍さんはある意味ではですね、自ら命を賭して日本の、その船のですね、
行き先を大きく転換させたというように思います。まさしく安倍さんの富豪の死はそのようなことの結果としてもたらされたという可能性もあるように思います。重要なことは、今安倍さんが日本の将来に向けてどのように大きなですね、舵を切り替えて正しい方向に、まあ、日本を導いたのかということ、そして私たちはそれをどのようにして継承していくかということを感情ではなしに理性的に理解することだろうと思います。先ほどご説明しましたように、武者リサーチはその地政学だとかですね、あるいは国際関係において最も優れた見識をお持ちの小森義久さんをお招きしましてですね、緊急にセミナーを開催したいと思っておりますが、それはまさしくそのような狙いから計画したものであります。さて、安倍さんの功績は一体どこにあったのか。武者リサーチは大きく2つあったと思います。1つは戦後日本に染みついた空想的平和主義であります。今更説明するまでもなく、まあ、非武装中立によって日本は繁栄に向かうことができるんだということが戦後の私どもの共通の認識であり、日本の基本的なシステムの土台を作っていたと思います。このような、まあ、空想的楽観主義が明らかに現実離れしているということは、今回のロシアによるウクライナ侵略で如実のもとに示されました。つまり我々は自らを守る意思と能力を示さない限り、他国のですね、まあ、奴隷にさせられてしまうんだ、まあ、この厳然たる事実に対しては我々がずっと信じてきた空想的平和主義ではダメだということであります。この問題を真正面から、まあ、に切り込んで、そしてこれを大きく転換させたのが安倍首相、元首相だと思います。そういった点で安倍さんに対する批判は極めて激しいものがありますけれども、その安倍さんの判断あるいは業績こそが日本を安寧に導くものだというように思います。これが第一の安倍さんが戦った相手であり、まあ、安倍さんが作った軌道だと思います。で、2つ目に安倍さんが作った軌道は、日本に染みついていた反成長主義あるいはデフレ容認の、まあ、経済の考え方、これを大転換させたことだと思うんですね。バブル崩壊で長期にわたってですね、苦しんだ日本はとうとう自らデフレで仕方がない、成長するのはやむを得ない、成長デフレあるいは経済以外のところに喜びを見出そうというばかりのですね、現実逃避の姿勢が蔓延しました。このような姿勢こそが、まあ、自己実現的に経済と私たちの生活を蝕んでいくということをいち早く察知した安倍さんはアベノミクスを打ち出しました。まあ、2012年安倍さんが首相に就任したわけですけれども、その時に現在のようなアベノミクスに対する批判はおそらく学者、メディア、エコノミストの9割の人々が主張していたと思います。このような圧倒的多数に抗して正しいと武者リサーチがかねてから信じていたその政策を打ち出した安倍さんの知恵と勇気とその胆力、まあ、これはもう敬服するばかりであります。これがその後の日本経済の復活、そしてデフレからの脱却をもたらした。このように考えますと、安倍さんは空想的平和主義、日本の世界における立場地政学ということのみならず、経済においても日本を救ってくれた救世主であったというように武者リサーチは考えております。まあ、このようにこう考えますと、今この時点で安倍さんの業績を深く解雇し、そして将来に向けての私たちのですね、心構えを固めるということは極めて意義があることではないかというように思います。先ほどおっしゃっていた空想的平和主義というのはどのようなものですか？まあ、端的に言うと、平和憲法の下で自ら武装を放棄して、まあ、世界の人々の善意によって日本の安全、私たちの命が守られるという、まあ、戦後日本に定着した
まあ、ほとんど根拠のない楽観主義だと思うんですね。でこのような楽観主義が、まあ、そのようなそのことが実現できればそれに越したことはないけれども、全く現実の世界はそうではないんだということにいち早く気がついて、これを変えようとされたのが安倍元首相だと思うんですね。ここにそのようなですね、平和的、それ空想的平和主義をどのように安倍さんが変えてきたのかという簡単なスライドがあるのでご覧いただきたいと思いますけれども、やはり第一次安倍政権の最も重要な柱は、そのような空想的平和主義を変えるためのですね、日本の構造改革だったと思うんですね。つまり美しく強い日本、自ら、まあ、自らですね、人に媚びない、自立する強い力強い日本、これを作ろうというのが第一次安倍政権の重要な柱だったと思いますね。そしてわずか1年の間に驚くべきことを成し遂げたというのが今から振り返ると明らかです。まあ、憲法改正のための国民投票法の制定だとかですね、あるいは放送法改正、海洋基本法改正、それから防衛庁を防衛省にしたこと、教育基本法を改善したこと、あるいは国家公務員法を改正したこと、あるいはミサイルの設置、まあ、従軍慰安婦の強制性を否定したこと、まあ、つまりですね、日本という国の尊厳と、そして、自らの力で自らの国を守るというためのですね、まあ、ある意味では土台作りをわずか1年で成し遂げた、まあ、これが第一次安倍政権の大きな成果だと思うんですね。まあ、しかしこれには非常に多くの反対がありました。そのために安倍さんは志半ばで、まあ、1年で退陣せざるを得なかったという要素があったと思います。そして第二次安倍政権においては、安倍さんは国内というよりは世界に打って出たわけですね。つまり世界から尊敬される、そして評価される日本を構築するという方向にシフトしました。まあ、安倍さんが打ち出したのは地球儀を俯瞰する外交であります。そして価値観外交を強く謳いました。普遍的価値を共有する国との連携、やはり民主主義、人権というものを守るという価値観に基づいた世界秩序を作ろうというイニシアティブを払ったわけですね。そしてそのために必要な、まあ、平和安全法制を、まあ、再構築したと、集団的自衛権を確立したと、まあ、いうことをやりました。さらにいち早く自由で開かれたインド太平洋構想を打ち出しました。まあ、今はですね、オーカスと言われているインド、アメリカ、オーストラリア、日本の連携したこの基本的なですね、構想を最初に打ち出したのは安倍さんですよね。そしてまた安倍さんはトランプ大統領と類いまれなる信頼関係を作ったわけですね。アメリカ国内においては非常に高い支持を持っているトランプ大統領、しかし国際社会においてはトランプ大統領に対する非常に強い非難がありました。このようなアメリカと、それから国際社会、特に G7 の中におけるですね、当時のメルケル西ドイツの首相などとの間のですね、橋渡しは安倍さんが成し遂げ、安倍さんが世界のですね、まあ、連携の、まあ、言ってみれば要の中枢にずっと座り続けたということがあったと思います。まあ、国内においては、まあ、日本のですね、新たな安全保障体制の、まあ、最も重要な基礎となりそうな特定機密保護法の制定とか、あるいは NSC の創設、国家安全保障会議の設立などですね、さまざまな、まあ、土台を作った、まあ、このように、まあ、国内のですね、まあ、政治体制、あるいは安全保障基盤、そしてまたグローバルな日本のですね、世界秩序のイニシアティブ、このような2つのことをたった一人がですね、まあ、成し遂げたということは、おそらく世界に誇りうるですね、成果を安倍さんは、まあ、実現したんではないかと思うんですね。まあ、そのようにこう考えますと、まあ、私どもは経済関係の人間でありますし、市場に関係しているので、
どうしても安倍さんの功績というと、まあ、経済アベノミクスに、まあ、目が行きがちなんですけれども、それよりももっと大事なですね、国民の命と日本の将来の土台を形作るということを一人でですね、一気に軌道を、まあ、修正した、まあ、これはおそらくですね、歴史上かつてないほどのイニシアティブがであったというように思います。